すげえ圧巻やなこの絵。山さんが異世界の扉を開こうとしてる。最後の姿。はい、どうもこんにちは、サンダ日和の山美です。今回もご視聴ありがとうございます。鬱陶しかった台風シーズンも終わりまして、いよいよサンダにも秋がやってまいりました。朝晩が寒くてね、もう本当に布団から出るのが嫌な感じなんですけど、まあ、秋といえばね、あの食欲の秋とか芸術の秋とかスポーツの秋とかいろいろ言われますけど、あのやっぱりこう行楽シーズンじゃないですか。秋といえば紅葉が一番、ね、楽しみなあのことだと思うんですけど。であのこの辺のこの街並みでもね、結構あの三田紅葉綺麗なんですけど、あのちょっとね、あの足を伸ばすとなかなかいい感じの紅葉スポットがいろいろありまして、今日はちょっとその辺ぐるっと三田の紅葉スポット巡りということで、行ってきたいなというふうに思ってます。ちょうどね4年前ぐらいなんですけど、三田日和の記事で紅葉スポット巡りっていうあのものを書いてるのがあるので、まあそこと一緒のところをまず巡ってみようかなというふうに思ってるので、まあ記事を見ながら動画も見ながらっていう感じで、あの楽しんでいただけたらなと思います。楽しんでいただけたらと思います。じゃあ行きましょうか。はい、はい、行きましょう。あの厳密には、神戸市北区道場とかっていう住所らしいんですけど、まあさっきの三田駅からもう電車、あ電車じゃん、車で5分、6分とかなんで、道場って神戸なんですね。神戸市北区ですね。知らなかった。11月ですよ、明日から。え、明日から、明日から、明日から。うん、え、これ今日の日付言うていい系ですか。いや、いいでしょ。どんだけ僕がサボったかが分かる。練習サボったのバレる系。まず一つ目の紅葉スポットをしてきましたのが光明寺墓地公園です。さっきも車の中で言ったんであれなんですけど、厳密には三田市じゃなくて神戸市北区道場長やったと思うんですけどね、多分住所。まあ三田駅から車で5分ぐらいで来れるんで、うん、まあ三田の人でもすごい来やすい場所だと思います。で手前はちょっとお墓がね並んでるところなんですけど、あの奥にお寺があって、その周りが結構綺麗です。いいですね、この自然な豊かなところに眠りたいですね、僕も。まだ早い。また眠らんでいいな。高野通販です。綺麗ですね。綺麗。ちゃん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 。え、あのそうだ、京都行こうの。あそこめっちゃ赤い。めっちゃ緑とめっちゃ赤が混在してる。おい、プロカメラマン。いや、さっき明るかったから。いいですね。
ここなんかね全部もみじなんで絶対綺麗ですよ。そんな振りやめて。絶対落ちたらあかんで。そんな振りやめて。絶対そっちの辺とか行ったらあかんで。光明寺墓地公園はの紅葉はこんな感じでございます。うん、すごい登るよ。やばいですね。おお酔いそう。おおおお。後ろにうわーってたなんかこう仰向けに倒れてまうんちゃうかいぐらい。止めよう。2軒目ちゃうわ、あの2つ目のスポットに着きました。ここは火山院菩提寺っていうお寺さんで、結構ねすごい三田市なんですけど、上の方にこう山の上の方に上がってくるところで、うん、景色もいいので、あのまた後で行こうと思います、はい、じゃあちょっと行きましょうか。はい、はい、これは綺麗だ。これがイチョウ？イチョウかですね。このショットもね、あこの奥のモミジが赤かったら綺麗なんですけど。ああはいはいはい。まだ本当にうっすらと。いやでもめっちゃいいとこですね。うん、めっちゃ綺麗でしょ。すごい。あこれ映えるわ絶対。なんかアイテムはめていったら違う世界の扉が開きそう。ゲームやりすぎや。これは絶対イメージカットですね。あ剣が刺さってるみたい。全部あれよね、ロールプレイングゲームにかぶせようとする。ちょっと12心がくすぐられるやつ。綺麗。あ気持ちいいっすねけど。あかっこいい。今博士太郎みたい。じゃあバイオリン的な。あいい家だわ。2か所目の火山院菩提寺でした。もう1個だけ行きたいところがあるので行きましょう。はい、はい、バーベキューはできます。そうそう、バーベキューができるんですよ。珍しい。うん、あんまり公園でねバーベキュー禁止ってとこがほとんどだと思うんですけど、うん、こことあと どかあったっけな、何か所かあるんですよね三田にバーベキューができる公園っていうのは。最後のスポット、小野公園っていうところに来ました。ここはね、もみじではないんですけど、これ何、なんていうんやったっけな。え、これ赤くなるんですか？これがね、うん、なるんですよ。へー、うん、ちょっと外国に来たような雰囲気があって、すごく綺麗なんですけど。まあ、ここも案の定、むっちゃ緑なんで、皆さんの脳内で変換していただいて、変換していただけると助かります。すね、まあちょっと奥に行きましょう。はい。あでもいい公園やな。そういうの多いんですかね。場所は最高っすね。さっきから。
こにキャンプっていうかそのバーベキュー動画撮りに行きましょうか。ああいいっすね、ここいいっすね、やりましょう。なんか普通に、ポートレートとか、ここで女子とキャーキャーむっちゃ人聞き悪い。ということで、サンダの一部、サンダではないんですけど、サンダのおすすめする紅葉スポット3つを回ってみました。特にこの3つ目の小野公園は、今撮ってくれてるトッキーがだいぶ大絶賛してめっちゃいい、ほんまに。ちょっとね、全然紅葉ではないんだけれども、雰囲気がすごくいいとこばかりですので、はい、ちょっと紅葉見に、郊外から少し、ちょっとだけ遠いですけど、足伸ばして、紅葉を楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思います。今日が10月31日でこの状態なので、まだもうちょっと先になりそうですね。綺麗なのは11月の中旬とか、ね、しかしたら下旬ぐらい行っちゃうかもしれないけどですね、そうですね、まだ時間はあるので、ゆっくり予定を立てて紅葉を楽しんでみてください。はい、ということで、この動画が面白ければまた同じとこで噛んでる。パパパパパ、もう一回もう一回。もうあれなんやな、ここで噛むんでしょうね。はい、この動画が面白ければグッドボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。あとコメントもどしどしお寄せください。こういうとこ行ってくださいとか、こんな動画撮ってくださいとかっていうのでも全然大丈夫なので、行くかどうかは別ですけど。はい、お寄せください。はい、ということで次の動画でまたお会いしましょう。サンダー日和の山見でした。バイバイ。バイバ